さあネギトロですね、やっていきましょう。いまいち動画では出番なかったですね。今回はどっかの動画で言ってた立ち歩きをめちゃめちゃ積んだスクイクリンの動きがなかなかにあれという発言をしたのでね、それを実際に今日は使います。早いですよ、立ち歩きによって。そうチャージの速さと相まってね、すごいヌルヌル動きます、ヌルヌル動きますよ。でここはですね、最後の30秒取り返したら勝ちっていうのは前の発言の通り、未だに撤回予定はありません。なんでここら辺ちょっと死なない程度にうろちょろしておきたいですね。あそこにいるな、どうぞ道作ったから取っていいよ。よいしょ、おお、このスクイックリン様にチャージある。ほらうわうわ、やめて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 、うわうわしかしで大丈夫大丈夫大丈夫だから大丈夫だから、この程度想定の範囲を、ここまでちゃんと塗ってる。じゃあ私はどうしようかな、ここですね、ここ、ここ塗れってことです。ここはスクックリンの得意ポジション。よし、他にも塗り材料全部塗っておきましょう。今回はジグ塗ってくれる方がいるし、しかもスピードも速いですね。非常に助かりますが、私の仕事がなくなることを意味しているような気もしますね。チャージャーさんいるのがね、なかなか辛いね。 OK、 よし帰ります。あ、攻めた方がいいな、これ攻めた方がいいですね。フラップ車内砕けろ、よし多分トラップから逃げようと思って離れたら、あの後方確認できてなかったカメラだったと思います。そういう感じだと思いますね。まあともあれ間接的に相打ちに持ち込めたので、よしとしましょうか。ここ塗っとこう。おら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 、ちょっと待って、やばくない、あまずい、ちょっと待って、これまずいわ。中央両方取られてますね、かなりよろしくない、打ち抜かれた。シュート当たってくれ、すぐそこにいるわこれで、登ってくるんでしょ。いない、気のせいでした。立ち歩きがいまいち活かせてないな、まだぬるぬる動いていくよ。うわいたのかー、マジでよく耐えたなーと思ったら死角か、かなり内側にいたわけでもなく純粋な死角に潜んでいたようですね。今のうまい角度だな、あれねえ、私を見つけ次第打ち抜けるぐらいの距離感ですし、これくそ逃がしたな。さあ立ち歩きにぬる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 動きつつ様子見ましょう。様子ね、ここ死守したい。でもさっき倒した人がそろそろ戻ってくる時間帯ではビーゴンないの、よし来るよ、そろそろスーパーショットたまる。ちょっと強気に強い、これまずくない、この時期で左やられたのまずいですよ。取るしかない、行くしかない、撃つしかないんです、死ぬんです。トラップ頼む、砕けろ、あー負けたかくそ、あそこでスパショ外したのが致命傷でしたね。もっとどっしり構えてね、そう心の余裕が足りない、そんなんじゃね、そんなんじゃダメ。一部一部はうまくいったなってところありましたが、反省もあるいい試合でした。よし、やっぱ最後の30秒って感じですね。こうやって見ると最後のその中央の奪い合いで、まあオレンジ側が勝ってこんな感じっていう感じですね。最後にちょっと登るにまで至るから、まあこの調子で頑張っていきましょう。この調子でね、チャージャー使って当ててるだけマシだと思うべきですはっきり言ってね、ポジティブに行こう、ポジティブに。できれば立ち往したいな、この細い通路、この細い通路を塗るのにね、この立ち歩きはかなり効果が見えると思いますので。はい立ち往、はい関係ないです、頑張るぞ。またチャージアイテムあったか、チャージャーさんのうまく心の隙をついてね、やっていかないと。よしもう塗ってくれてますね、早いな、ここら辺任せて。よしん、ロングブラスターか、あれ私の役目かな、あれ倒すの。よいしょ、多すぎ多すぎ、あぶね、怖いわ、うえな、何
無抵抗だから助かったと思ったけど実は抵抗していたのか。バカな、やられたな。あそこに一人いるよ、倒してくれ。よし、オッケー、今度は大丈夫でしょ。いるよ、確かいたよ、さっき見えたよ。トラップ、さあ近づいてこい。このチャージャーを掃除したいと思うだろう。もうちょっとでいい、来た、チャンス到来。よし、もう一丁、当たってない、うまく隠れてるな。さっき見えた爆風とはまた違う位置にいますね。ここどうしようか、これめっちゃ警戒されてるんだよな。連打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 よっしゃ抜けたぜ。よし、バレてる、バレてる、うわ逃げる、うわっ、おっおっ自殺したと思ってますね。あちょっと助かったのに飛び出す、飛び出すの間違えたくそー恥ずかしい完璧に巻いたのにさ、なんかあそこ隠れた時隠れるまではいいんですよ、隠れて出た後とかのなんか後の対応がひどすぎるなそこミスるタイミングじゃね、え、あ、自分の体で隠れてたようです、気づいてなかったあかんあかんあかん、あかんぞあかんぞあかんぞ、気を引き締めないとあかんぞ。30秒、こっからです、こっからです、こっから絶対負けてはいけない時間、やばいやばいやばい、後ろも怖いな。あそこにいる、よし倒してくれた、いける、でも人数2人減ってる、ここ大事、ここすごく大事。まずい、今度はチャージャーに睨まれてます、助けてください。スーパーショットは多分たまらないからもう無理だね。よし、いける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 、ほら見てー、いてーけど、これ勝ったんじゃないですか、多分ギリでしょ。右守れたね、危なかった、結構青く見えるけどより相手の方が自陣塗り徹底してた感じでしたね、危なかったよし、さあやっていきましょう。これがおそらく大型アップデート前最後の動画ね。武器は初心に帰った若葉、これでイノシシプレイを今回はやります、塗りますけど、立ち歩きで見てください、この圧倒的な機動力素晴らしいでしょ。この塗りつつ敵陣突っ込んで、そうバリアで荒らして荒らして荒らし尽くしてやるぜ、相手のフィールドをね。突撃じゃ、もうすぐバリア溜まるよ。さて相手がもう見えてますね、来たか、バリアを使う必要はない、このまま行くで、押していくぜ。よし、こんにちは、敵の奇襲に備えろ、こう一応塗っとけ、安全確保だ。よし、触れるぞ、あぶねー、ほら逃がさんぜ。まず一人、もう一人いるよね、あれいなかったっけ、まずいな、ちょっとまずい、これ一まずい、おい、よし、上にいるよね、まあそこで時間使ってくれたらこっちとして有利なんだ。お、さすがに見抜かれていたかここはもう使えませんかね。よし、しかし結構止まってた時間が長い割にポイントは結構高いですね。その間に前の方が進んでいる間にここら辺塗っておきます。若葉は早いですからね、立ち歩きでさらに早い。よし、このちょっとした塗りこぼしを処理しつつ一気に前行きましょうか。あんまりここでチンタラしてるとピンクの方にまた押され返しちゃうんでね。中央両方取って押し切ってしまえばそのまま勝つことが多いんで、それを狙っていきましょう。こんだけ塗られてんのに敵いないわけないよね。これ天井うまく使ってる爆弾投げていきましょう。よいしょ、ちょっと警戒足りなかったね、危なっ、え、一瞬シールド消えたけど、えワープやめて、怖いんだけど。ガロン相手に挑むか、オッケー、よしよし、あーちょっと押されてるな、できれば上取っていたかったが、そんなことやってる時間はなさそうですね。攻めます、よし、オッケー、うわー大変なことになってる。塗りポイントは私は溜まってるが、多分これ制圧されてるね、やばいね。
こら辺のインクを全部潰しておいて、来てるよ。あーダメだ、2発か。あ、防御積んでない、今回やばいわ。防御を積んでいないとガロンはなんと2発で倒せますね。ガロン96も2発なんですけど、あれもともとその火力をさらに上げて、確か1発62ぐらいでしたっけ。で、まあ2発なんで、まあもともと2発の武器なんですけど、ガロン54だっけ、54はあのギリギリなんですよ。52とね、防御1つでも積んだら2発は無理ぐらいの結構ギリギリな攻撃力してまして、だからこそ防御は大事だなと私は思うわけですよ。来てるよ、 OK。 ごめんだ、これいったんじゃない。おし、全滅。この時期の全滅非常に大きい大きい大きい。荒らしてけ荒らしてけ、雑に塗ってけ、雑に塗ってけ、綺麗に塗ったこのピンクを雑に汚していく快感よ。そしてバリアでリロード、 OK。 死亡回数の割には塗れましたね。やっぱ立ち歩きは強い。これは勝利です、文句なしの勝利です。結構横に隠れるの使ってるんですけど、やっぱり気づく人はあんまりいないですね。さっきのも何年かんやなんか飛び込んだ結果のシーンみたいなところはあったんで、うん、あそこは結構使えると思います。ただ潜伏時間としては10秒ぐらいが限界かなと。その間もやっぱり他の方塗ってるんで、30秒とか1分とかずっと潜んでるとねその分純粋な塗りが減ってしまいますので、相手が来てから逃げるぐらいでちょうど良さそうな感じですね。意外と相手の方見逃してくれるんで、あそこに弾打ち込んでくる人はほとんどいないです。20回ぐらいかれこれ隠れてますけど、打ち込んできたの1人ぐらいだったんで、あそこは結構使える場所かなと個人的には思います。さあ、これはイノシシしてくださいという山ばかりのステージですよ。イノシシするぞ。相手の武器は結構攻撃力高いので怖いけど、でも私は負けない。どうやら塗りたそうな方がいたんで譲ります、あっさり譲ります。さあ、まずは相手に通じる道を塗ってしまいたいね。飛び込んでくるか、飛び込んできた。ローラーが1人、まず1人、もう1人いなかった、1人、あ、落ちたね今1人。よし、ボム投げて牽制して一気にいくよ。もうちょっとでバリア溜まるから。あ、バリアだそう、私の親指が動け、俺の親指。まあいいや十分押し込んでるからね。このまま繰り返していけば多分そのまま攻め込んで終わりの流れになるかと思います。私はもう休むことを知らないぜ。 OK、 一人で二人持ってって、あとはそこにいるデュアルさん追い詰められているよ。 OK、 ナイスですよ。さあ攻め込んでいく、もう攻めしかしない、もう攻めしかしない。そう、攻めとしてもキルではない、塗りの攻めを展開していくよ。怖いです。よいしょ、うわい、ガロンかスプラか、どっちにしても火力が高い。これはでも敵がまたしても全滅状態、もう完全に囲まれてますからね。ここまで来たらやりづらいでしょう、向こうとしては。どこに行ってもなんかあの人がいっぱいみたいなね感じなんで、ボンで牽制。おっと、これまずい。あーやらかしよったぞ、やらかしよったぞ。今回塗りポイント少なくない、ちょっとやばくないこれ、やばくない。あ、倒されてる。ポロン、一緒に行こうぜ。さあ、後ろは取ってるよ。オッケー、バレた。いや、やだ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 、何回落ちるんすか、もう。いや、でも大丈夫。というか、まだ1分経ってなかったんだね。濃密な時間だこと。俺、後ろだよ。オッケー、取った。一気に攻めるときは来たようだね。ついに攻めの時間だ。イノシシの本領発揮といこうぜ。あ、よいしょ、よし、行くぞ。立ち歩きついてるから早いよ。相手は気づいているかな、気づいてないね。みんな下降りたよ。これはモロタで駆動。オッケー、いったぜ、ついに。これ塗り放題ですよ、うほほほ。今まで足りなかった分の塗りポイント全部回収しちゃうよこれ。さあ、イカダッシュが見える頃で、あ、この人に任せます、私は逃げます、怖いんで。よいしょ、バリアで突っ込んでもよかったけどね、上から撃ってくる以上多分弾き返されて終わりっていうパターンだと思うんでね。これでいきます。さあ、残りちょっとだね。上に影が見えたよ今。おお、今度は向こうの方も攻めてますね。しかし裏が全部塗られていては意味がないでござるよ。やめて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 、よし、 OK、 おらおらおら、よし、ともあれの勝利ですね。
最終的に押し込めばよかった。ちょっと自信適当だった自信適当でしたね。よし、すごいね、あんだけやられてもそっから挽回してこんだけ塗れるもんだね。5回死んでるにしては塗りポイント高い気がします。このステージにおける立ち歩きの強さっていうのがなんとなく証明された試合じゃないかなと思います。